これは。本当に封印が解かれたというのか。祭司ズームウー、状況。宣告のことを継承候補者の一人が訪ねてきたのですが。何者です？おや、あなたも継承候補者でしたか。はあ、こいつが噂のバリガルマンだってやつか。しかり、トラル大陸の歴史において過去幾度も覚醒し、生ける天才として恐れられたトラル・ビドラール。かわいいやつだ。俺様の役に立つために今日まで眠っていてくれたんだからな。どういう意味だ？なるほどね。こいつの氷の魔力を暴走させて自らを氷好きにさせたんだ。さすがはグルージャジャ様、あったまいい。はあ、これを破るのはとても一筋縄じゃいかないよ。この氷を溶かしきるだけの火の魔法と眠れるバリガルマンダの魂に火を灯す魔法を二人の術者が全く同時に放つ必要があるんだから。そんな離れ技ができる息の合った術者はブオグルージャジャ様とリオグルージャジャ様。そしてオイラとアリジャだけだよ。さあ、おねんねは終わりだよ。ついてやりすぎちまった。なぜこんなバカなことを。俺様が王になるために決まってるだろうが。それだけのために災厄を解き放ったと。また多くの人が死ぬことになってもか。せいぜい大暴れしてくれよ、伝説のトラル・ビドラール君。トライオラにはすでに死者を向かわせました。
やがてトラル幽連隊から討伐部隊が送られてくるでしょう。到着がいつになるかは分かりませんが。バクージャジャの野郎、私らの邪魔をするためにしちゃ度が過ぎてるぜ。今回ばかりは許しちゃおけねえ。一応聞いておくけど、どうする？バリガルマンダを放っておいたら、また多くの人が死んじまう。それを見捨てて王になったって、フォンジャンテーンや私を応援してくれたみんなに胸を張ることなんてできねえ。だから私はバリガルマンダを撃つ。相手はあの親父が倒しきれなかったほどの敵だ。私一人で太刀打ちできるとは思えねえ。継承の儀への協力者として呼んだお前らにそんな義理はねえのは分かってるけど、私と共にバリガルマンダと戦ってくれ。このオルコパチャの平和を守るために。今さら見て見ぬふりなんてしないわよ。仲間が困ってるんだもの。仲間。そっか、いいな仲間って。一緒に戦ってくれるやつがいるだけでこんなにも心強い気持ちになるんだからさ。俺たちはどうする？継承の儀に勝つことを優先するなら、ここは先に進むべきでしょうね。バリガルマンダを倒すにしても、まずは奴がどこへ向かったかを調べないとな。そこは幼馴染を当てにしてるぜ。急ぎ、ペルペル族にも警告しておけ。場合によってはオルコパチャから退避せよとな。
反応はここで途絶えてるみたいだ。もしかしてこの辺りでバリガルマンダの生体エーテルが切り替わったのか。あいつは三つの属性を操るトラルビドラールらしいからな。何にしてもこの先のウォーコーラード方面へ向かったのは間違いないだろう。居場所の見当もついたことだ。みんなに連絡しよう。アルフィノはヨカフイ族の避難を手伝ってるわ。怪我人も出ているなら癒し手がいた方がいいだろうって。それでバリガルマンダは？ウォーコーラード、様々な属性のクリスタルを含んだ地層が幾層にもなることで虹色の輝きを放つ奇形が出来上がったと言われている。80年間も封印されてさぞ空腹だっただろうからな。餌場を探して飛び回った挙句、あの山のエーテルに惹かれたってとこだろう。つまりバリガルマンダはエーテルを補給しようとしている。なら一刻も早く。待て。あの山はヨカフイ族の聖地。何人たりとも立ち入ることは許さん。そうだったのか。悪い。お前らの聖地に無断で入ろうとしたことは謝る。だけどよ、この先には覚醒したバリガルマンダがいるはずなんだ。あいつを倒さなきゃ昔みたいに多くの人が死ぬ。私らはそれを止めるために来た。だからお前らの聖地に立ち入ることを認めてくれねえか。できぬ相談だな。そもそも貴様らだけであのバリガルマンダを倒せるとも思えん。騒ぎに乗じて聖地を荒らそうとしているだけではないのか。頭数が足りないというならこれでいかがです。父上の生前簿に刻まれていたバリガルマンダを封じた英雄たちの名は7つ。これで僕たちも7人です。軟弱者がいくら増えたところで。ゾラージャ兄さんまで来てくれたのかよ。やれやれ、私は反対したのですよ。皆様がバリガルマンダの対応に追われている今こそ先行する好機だと。この程度の迂回では我が勝利は揺るがん。そんなことよりも父上が倒しきれなかったというトラルビドラール、興味がある。兄さんたちがいれば百人力だぜ。我らを差し置いて盛り上がるな。まだ一言も通すとは言っていない。やめろ兄さん、民に刃を向ける気か。これはいいなこと。チーワグーエンデンの者どもはトライオラには属さぬ一派だったはず。ならば我が国の民とは言えぬでしょう。
関係ねえよ。トライオラがトラル大陸にあるただ一つの国なら、そこに生きる奴らが私らと無関係であるはずがねえ。もし手出そうってんなら、私が相手になってやる。あいつ、王侯造貿の会長、俺、カバッタ。今、その時、同じ目、本気、俺たち、守る目。確かに、余計な借りを作ったままだったな。これで貸し借りはなしだ。だが思い違いはするな。我らは今後もトライオラには従属しない。ああ、わかった。継承の儀が終わったら、ゆっくり話そうぜ。名を聞いておこう。私はウクラマト。トライオラの平和を守る王になる女だ。立場や主張が違う相手とだって話し合いを続けていけばいつか分かり合える。私はそう信じてるし、実現させてみせるわ。同感だ。私だって絶対に諦めねえぜ。せいぜい頑張ってください。私のような老体はここで我が王の帰りをお待ちしていますよ。昔から何考えてるかわからなかったけど安心したよ。さすがの兄さんもこの危機を差し置いて継承の儀を進んだりはしないんだね。民とは国という砦を築くための石だ。失うほどにトライオラは弱く脆くなる。石くれのごとき命にも利用価値はあるということだ。コーナ兄さん、ゾラージャ兄さん、今だけは継承の儀のことは忘れて二人の力を貸してくれ。生ける最悪だかなんだか知らねえが、一丁あたしらでやってやろうぜ。
本当に勝っちまった。伝説のトラルビドラールに、あの親父ですら倒せなかったバリガルマンダに。だからといって僕たちが父上を超えたわけじゃないけどね。長き封印によって力が削がれていたからこその結果さ。完全復活を果たしていたらこうはいかなかった。そうは言ってもよ、あいつちゃんと強かったぞ。80年前はこんなもんじゃなかったってことか。やっぱ親父はすげえや。ありがとよ。あんなに強いやつを倒せただけでも私ら頑張ったよな。いつか親父のことだって超えてみせるぜ。やはりあれを倒したところで奇跡の証明にはならんな。さて戻ってエレンビルさんと合流しましょう。そうだな、サレージャと二人残されてうんざりしてるかも。じゃあ、采配殿に行くか。その必要はない。新たな偉業を成し遂げた猛者たちよ。よくやってくれた、お前たち。まさか本当にバリガルマンダを倒してしまうとはな。本来この集落ではもう一つの試練が行われるはずだったのですが、こたびの騒ぎで全てが台無しになってしまいました。どういうことだ？封の試練としてバリガルマンダの封印強化を課そうと考えていたのですよ。祭司長、
どうしたものでしょうか。頭が固いな、ズムー。この者らはバリガルマンダを倒し、多くの命を救ったのだぞ。グルージャジャの後継者としてふさわしくないはずがなかろう。もう一人も揃ったな。お前たち三人に風の試練を超えた証としてこの秘跡を授ける。風の章の秘跡も手に入れて、これで5つ目。残るはあと2つだね。5つのうち1つは爆風ジャジャに奪われたままだけどよ。あいつ、封印を破るなんてとんでもねえことしてくれやがって。この山に永遠の平穏を取り戻してくれたこと、我らヨカフイ族はお前たちに感謝している。新たなトライオラに栄光があらんことをこの山から願い続けよう。ゾラージャ兄さんは相変わらずか。気が向いたらオートに遊びに来いよ。お前らが受け継いできた願いや思いをみんなにも知ってもらいてえんだ。ふん、お前たち二人のどちらかが玉座に着いたら考えよう。では連王宮からの便りをお待ちください。僕から招待状を送るつもりですので。珍しい来客もあったものだ。ウクラマトだったか。貴様らがバリガルマンダを倒したというのは誠のようだな。あのトラルビドラールを放っておけば、いずれ我らの同胞たちの命も脅かされていただろう。帳消しにしたはずが新たな借りを作ってしまった。そんなもんこっちがやりたくてやったことだ。我らがそう感じている以上、借りは借りだ。返さなければ夢見が悪い。でも何をしてもらえばいいんだ。なら彼らの祖先が見たという黄金鏡の夢について聞かせてもらうのはどうかしら。おう、それいいな。どの道教えてもらいに行くつもりだったんだ。黄金に輝く国の夢か。確かにサカトラルへの進出の直前にそのような夢を見たという記録が残っている。それはどんな夢だったの。
一面が黄金に輝く天井に作られし国。そこではまるで神々のように永遠の時を生きる人々が悩むことも争うこともなく幸せのうちに暮らしているという。宮殿と見まごうほど壮麗な建造物が並び、その中央にはヨカフイ族すら仰ぎ見なければならぬほど巨大な女神の像が鎮座していたそうだ。女神像というのは初耳ね。これまで聞いてきた抽象的な噂と違って、随分具体的なイメージが含まれているね。その夢を見た者たちは取り憑かれたように黄金の国を探すことに躍起になり、多くがサカトラルへの出征で命を落とすことになった。ウケブさんが教えてくれた黄金鏡を探しに行った者は生きて帰っては来ないって話、この歴史的な事件を発端としているのかも。さあな、真実がどこにあるのかは分からん。祖先があの森を去った頃から黄金鏡の夢を見る者もいなくなったというからな。え、どういうこと？そもそも九段の夢を見たのはヤクテル樹海で採石に携わっていた者たちだと聞く。だが風土病と出生の減少により勢力を後退させたことでかの森からも去らねばならなくなった。こうして根拠地たるオルコパチャに退いてからというもの、我らも黄金の国の夢を見ることはなくなったのだ。特定の地域にいたヨカフイ族だけが同じ夢を、なんとも不思議な話ね。私らもこれからヤクテル樹海に行くんだ。旅を続けていけば何かわかるかもしれねえぜ。いろいろ聞かせてくれてありがとよ。礼を言われる筋合いはない。借りを返したに過ぎないのだからな。我らの道が交わることも今後はないだろう。さらばだ。